はい、ミリシタ P の皆さん、お疲れさんです。サカポンです。本日はですね、もうね、無料10連引いていきたいと思います。いやー、ここんとこね、なんていうかね、ガシャン落ちてる気がします。ま、まあいい、なんていうかね、フェス終わってからのあれやからね、落ちてる気がするんやと思うんやけど、やっぱ厳しいね。確率がフェスの時は2倍やったからね、そのギャップがあるからね。あね、まあでも一期一会っていう気持ちをね、忘れずにね、本日も弾いていきたいと思います。ということで、みさきちゃん、小鳥さん、運営さん、いつもありがとうございます。このありがたいありがたい無料10連、本日も弾かせていただきます。ということでね、やっていきましょう。1、2、3、4、5、さあどうなる、いきましょう。今楽しそうなところが撮れましたよ。さすがにこうだよね、本当運が落ちてる気がする。はいはい、2枚です。 SR がさあどうなる。1枚目、リオネー。パジャマのリオネーです。セクシー。タカネさん。カナ。ユリコ。エレナ、ノリコ、ひなたちゃん、ももこ先輩、千鶴さん、ラスト SR が、あ、ひなたちゃん、制服ひなたちゃんですね。ごめん、ちょっと笑う、面白いこと気づいた。あ、ひなたちゃん新規ですね。のりこ、ひなたちゃん、あ、ひなたちゃん、ももこ先輩、この3人ってね、今開催中のイベントそのメインキャラクターの一人です。3人ですよね。ジュリア行ったら完璧だったか。まあそういう、いやーでもよかった、新規あっただけで嬉しいです。いやいや、ひなたちゃんはそのまんまの方がいい。ほんと。そう思う。ということでね。まあね、一応新規あっただけ嬉しいと思います。ということで、本日の動画は以上となります。もしよろしければチャンネル登録の方お願いいたします。またね、私の過去の動画見たことないよっていう方、私のチャンネルページ動画リスト一覧から過去の動画見ることもできます。もしよろしければそちらご覧ください。またね、私が主催しているラウンジ、随時メンバー募集しております。説明欄に ID 書いておきます。もしよろしければラウンジの方ご入会お願いいたします。ということで、本日も最後までご視聴ありがとうございました。次回動画でお会いしましょう。サカポンでした。